餃子の移動販売とか結構なんか面白そうだなと思った。そう、餃子になってきて、キムチ餃子、肉餃子とか野菜餃子とか。それでな、締めに餃子って聞いた。大阪遠いわ。もう死ぬほど遠いわ、大阪とか。いや、無理無理でした。なんだって飛ぶな。あ、それ言っちゃう。それ言っちゃう。東京まで移動してきてくれるんだったら食いに行く。大阪はね、ちょっとね、遠すぎるな。大阪はちょっと遠いですね。遠い。東京まで屋台引っ張れ。え、何、手動なの？あの軽トラの後ろに乗せてるとかそういうあれではない。自力で行く。自力でやってる感じ。手動だと思う。マジか。手動はきついな。出ないか。あ、また。今殺せた。ああ。パッチングの差が出た。屋台ないよね。俺もね、田舎の方出身だけどね。あと焼き芋屋ぐらいしか見たことない。狙ってましたよ。それしか狙ってないっしょ、あそこで。全くないの。それはどうなの。
九州は遠くだ。大卒小留とかだね。広島。なんかそんな感じか。大卒小留とかがやっぱ主流なんだ。大卒一本っていうよりは。無鉄砲系の全然よ。いや知らんけどね。俺別にラーメン好きだけど食べ歩くとかそういうあれでもない。マラコメゴムのイメージが強いですよね。わら、さっき検索したけど小文字漢字に少ないね。関西だと和歌山ラーメンがいらねえと思った。
おしゃれ、超絶おしゃれこれ。バイパ対空カウンター見てから飛び中足とか、おしゃれすぎる。シャレオツ。今俺ナイフ出しましたから。スパッツ履いてるから大丈夫じゃけみたいな。かわいい。出ないの。
やめろお前、やめろお前、今就職の話を出す。マジでそんなそんなレベル逆にすごくね。あ、ここでも生活保護もらえねえからっつって主力じゃなくて他の国で生活保護もらってる。そこまでやれるのにすごいな。それも
お前だって格闘家目指したら分かってるから、この今はいいよ、この今こんな感じだから大丈夫だけど、サガットとかああいう人たちと戦わなきゃいけないんだよ。サガットとかザンクとかああいう方々とやり合わなきゃいけないんだよ、ガチで。レーシングタイプだって食らわなきゃいけないんだよ、一発ぐらい。でね、当たっちゃう。まあそうね、ただの探求者っていうか、なんか、まあ、本当に。ビデオだからより見えなかった。クロスディフェンスし、ウィキに書いてあるよ。上がやってる中足強パン。中足強パン。どこがディフェンスなの？ゲージ稼いでる。右見れると思う。どこがディフェンスはちょっと待って、説明する。あれさ、梅原すごいやるよ。クロスディフェンス式っていうのは、ああ見えて、無敵技とバックステ以外は、だから、要は無敵技だったら、ノーリスクでこっちが無事みたいな。で、それ以外だ通常技とかだったら全部潰してくれてみたいな。で、無敵技が唯一反撃食らっちゃうみたいな。やらなかったっけ。遠いなお前。中心行けるな。遠い。
そう、中大夫いらっしゃる。今日は出るね、このコンボ。ゲージなかった、ゲージ見てなかったけど。危な。ゲージ使っちゃったね。止めね。ヘリケンコンボは見れると幸せになる。ごめんなさい、見て。なんかユーリフレーム取れるのか。ずるい。いや、当たんねえよ、ここフルヒットしない。うわー、ラッキー。
して語り合うとか言ってるけど、大丈夫。ちょっと悪いキャラは誰なの？まず間違いなくさくらが違う。あと今。あとある。ガイ。中華もね、低い低い、もっと低いだユイヤンも低いでしょ、やっぱりユイヤン高いやつもそんなにいなくない？適当になんかね、技が繋がらない、なんか2戦台とかにも余裕で負けるみたいな。俺低いと思うよ。4とか4、3、4、4割、3割くらい。勝率3割、4割くらい。多分3回くらいしか対戦してない。わら、なんかあっても見分かっちゃう。早く頼みをしてよ。ガイルベガは苦手。チューズでしょ。ガイルでしょ。すごいバッタリゲームしてる。今日失敗。お互い様だからしゃあないよね。よし。バカだ。
Mm-hmm.